なのです番組の後のお勉強会遅れ気味の高谷さんと一緒に皆さんも補習を受けましょうね今日は第1回でこれから行く宇宙についてです高谷さんは宇宙について何を知っているの真空と絶対零度って言うと思ったでしょう紀子も予習しました宇宙は真空じゃなくてエーテルフィールドだし絶対零度じゃなくて国体副社のサンドですよね高谷さん意味が分かって言ってるの えっとえへへへへじゃあ初 <laughs> めから勉強しましょうねそもそもの始まりは20世紀の終わりタンホイザー博士が発表した「エーテル宇宙論」で物理学は全て変わってしまったのタンホイザー博士って5年連続でノーベル賞をもらったすっごい天才でしょえー、っと高校物理学のニュートン古典物理学のアインシュタイン現代物理学のタンホイザーって言われています よくできましたで彼が予言したのがワープ理論の基礎となったタンホイザーゲートですあスターボーでしょうスターボーは単なる亜高速現象よタンホイザーゲートは通常物質が高速を超えられる唯一の方法説明できるえっとブラックホールが2つぐるぐる回ってて真ん中に穴が開いてスターボーが見えるだっけ半分だけ当たりよくって 互いにシュバルツシルト半径を共有する複数のブラックホールはその高転角運動の制御によって得意点がむき出しとなりエルゴ領域をその外側へ移すことができるこれがタンホイザーゲートよえーっとつまりもっと勉強します <laughs> はいそれじゃあ次の質問宇宙旅行やマシン兵器を可能にした燃料アイスセカンドを説明せよこれは知ってます 人類で最初に発見した常温で重力縮大している氷の同位体結晶ですねその静止質量の大半を運動質量の次元に預けているんです光の石方偏移現象によって暗闇の中でも赤く光る宇宙に生きる女の宝石その通りだタカヤあ、コーチ,ーコーチーわからないことはちっとも恥ずかしいことじゃない大切なのは根性と努力だはい、私もアイスセカンドの似合う素敵な女の子になり それじゃ、また